日本東京都新宿区西新宿西新宿は東京都新宿区内の地域名、町名。東京有数のオフィス街であり、超高層ビル群を形成している。現行行政地名は西新宿1丁目から西新宿8丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は160-0023。西新宿の範囲は新宿駅の西口から。 渋谷区と中野区の区境付近までで、日本でも屈指のターミナル駅である新宿駅の西側一帯の地域である。繁華街の他新宿新都心と呼ばれる超高層ビル街がある。超高層ビル群は東京有数の規模のオフィス街を形成しているが、周辺には再開発されていない古くからの木造住宅密集地域も存在する。 戦後に、新宿駅西口にあった、大規模な淀橋上場水上跡地を再開発を行い、1970年代に、京王プラザホテルを川切りに続々と200メートルクラスの超高層ビルが建設されていった。1991年には、千代田区丸の内から、東京都庁舎が移転開庁した。歌川広重の、名所江戸百景の角弾熊の十二社。 十二社池が描かれている。クリップ、淀橋上城水上西新宿の名の由来は、新宿区の新宿地区の西、もしくは新宿駅の西に位置することからであるが、この名称になったのは1970年の住居表示が実施されてからで、それ以前この地の大半は、角はずと呼ばれていた。これは、かつての角は村の範囲、南と島郡淀橋町発足後は、 大挫のはずの範囲に基づく。また、大梅街道の北側は、柏木一丁目と呼ばれていた。これらの地名は、新宿区特別出張所やバス停の名称などに、未だに見られる。また、新町、重子町、十二社、辻、畑山へ、放水、展示町、五十人町といった字も過去に見られ、いずれも、史跡やバス停などの名称。 現地の通称として残っているものもある。内藤新宿の宿場からもやや離れた当地は、江戸時代は、現在の西新宿4丁目に十二社池と、熊野神社の滝それに伴う茶屋の他に屋敷なども見られたが、農村が主体であった。この地域に最初に変化をもたらしたのが1885年の新宿駅の開業である。1889年には、品川線。 高武鉄道のターミナル駅となり、町の発展の礎となった。この鉄路を活かして、1898年には長らく、この町のシンボルであった、ヨドバ水場が完成。これは、東京の市中に送る、水道水の施設であり、東京における、近代水道発祥の地となった。この頃から、地方から東京へ移住してきた人も近辺に、 住み始めるようになったがこれに拍車をかけたのが1923年の関東大震災であり、東京の市内で震災で住居を失った人たちが、広い山手郊外に土地を求め、住宅が多く立ち並ぶようになり、西新宿一帯は山手の代表的な住宅地となった。しかしながら、東口方面と異なり、西口には商業集積は何もなく、 東京地方選売局淀橋工場と浄水場が主な施設であり、これ以外には人家と学校があるに過ぎなかった。このため、今後の新宿の繁栄のために広大な面積を占める浄水場の移転が大正末期頃から地元民によって要望され始めた。行政当局によって浄水場の移転を含む西口一帯の都市改造が具体的に検討。 計画されたのは1932年からであった。同年3月、東京市会に東京市第二水道拡張計画案が提出され、これに基づき、翌4月に策定された当局の財政計画は、浄水場の機能を武蔵野市境に移転させ、浄水場の売却処分収入を 司祭の召喚費に当てて、都市計画東京地方委員会によって、浄水場移転を前提とした、街路計画を策定し、9月に、都市計画決定した。浄水場は土地中央の位置には、当時円形の広場は予定されていて、大梅街道や甲州街道ほか街路網を、バロック的な街路計画にまとめていた。これが今日新宿副都心での最初の法定計画となったが、 浄水場の移転自体が戦後になったので、完成は戦後に持ち越された。戦後間もなく、東京の街が西へと広がるのと戦後復興の一環として、交通の要所となっていた、新宿の街の利便性が注目され、当地に商業施設を集中させる新宿副都心計画が策定された。それは、駅の資金にあったヨドバシ浄水場を移転させ、 空いた広大な敷地に高層ビル群などを建設し、一大商業エリアにするというものであった。日本が高度経済成長の最中まず1965年に東村山市に浄水場が移転され、1971年に京王プラザホテルが建設された。この京王プラザホテルを皮切りに200メートル超の高層ビルが建設され街のシンボルとなった。 また1960年代を境に、新宿駅周辺の私鉄系のデパートの建設、都電の廃止、新宿駅、西口地下広場の建設など駅周辺の再開発も、この町の歴史に触れる際に重要である。1991年に、東京都庁舎が、新宿高層ビル群の一角に移転開庁し、ほぼ現在見られる町の姿となった。 一方で、駅から離れた地域では、依然として、昔からの住居が多く、昭和時代の東京の住宅街の面影を残しているが、ビルの建設や、自治体の再開発計画なども多く、年々これらの面影も薄れてきており、商業地域としての西新宿が年を追うごとに、顕在化している。新宿新都心の朝の通勤風景、しげこ子育て地蔵村、 重子坂は、かつての新宿区柏木一丁目、大目街道にある坂であり、重子天神前から西へ、淀橋まで下っている。別名を、なるこ坂、地蔵坂とも言う。坂道は、現在の住所では、西新宿六丁目と西新宿八丁目の境界に、市市、地下鉄西新宿駅、東京医科大学病院のあたりに始まり、 12社通りとの、茂子坂下交差点を経て、神田川の流れる淀橋まで下る。淀橋のすぐ西側からは、中野区となる。新宿区内における住居表示実施前後の、町名町域対象地図2019年12月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。 駅西口のロータリーかつて運行されていた、新都心循環手と高速4号線新宿で入り口、東京都新宿区西新宿の航空写真新,新宿区、渋谷区、中野区の3つの区の境界線が交わるスポットビルの様子は、下のギャラリーを参照。回数や高さについては、基準の違いにより他の情報と差が出る場合があることに注意。 西新宿3丁目の再開発計画については、西新宿3丁目に市築再開発を参照。1970年代に建設された、超高層ビル1980年代に建設された、超高層ビル1990年代に建設された、超高層ビル2000年代に建設された、超高層ビル2010年代に建設された、超高層ビル交通その他。 ありがとうございます。